基礎英語ゼロ。はい、I'm Sunshine 池崎。今から超絶怒涛の基礎英語ゼロ始まるよ。 Hello everyone, I'm Canon。 この基礎英語ゼロでは全国の小学生の皆さんから届いた英語にまつわる疑問や悩みに答えていくよ。 Let's enjoy English。 今日も全力で頑張ろう。はい、頑張りましょう。では早速、小学生のみんなからの質問に答えてくださる先生をご紹介しましょう。今月は清水貴文先生です。清水先生は上智大学の先生で、英語と日本語それぞれの言葉でのコミュニケーションについて研究しています。Hi everyone! はじめまして、清水です。皆さん、よろしくお願いします。今日、英語にまつわる質問を送ってくれたのは、小学4年、たいしくんです。電話、つながってるかな？ハロー！サンシャイン池崎です！こんにちは。こんにちは。はじめまして、カノンです。たいしくん、今の気持ちはどうですか？ちょっと緊張してます。わあ。緊張しなくていいんだよ。いいよ、楽しく行こう。それでは、たいしくん、早速質問お願いします。僕は、そういうことっていうのが口癖なんですけど、英語でなんて言うんですか？そういうこと。なるほど。俺もまあまあ使うかな。英語では確かになんて言えばいいんだろうね。先生、そういうことって英語でなんて言うんでしょうか？はい、たいしくん、自分の口癖って英語でなんて言うか気になりますよね。そういうことのように相手の話に合わせて答える短い返事のことを相槌と言います。相槌は英語でも仲良く話すためにとっても大切なんですよ。英語にも相槌があるんですね。はい、ありますよ。たいしくん、どんな時にそういうことって言うんですか？友達と宿題しているときに、わからないところがあって、教えてあげたら、友達がそれをやって、こうやるのって聞かれたら、こういうことって言います。あ、そういうときに使うんですね。なるほど、確かに言うわ、そういうとき。ちなみに、池崎さんはそういうことって英語で何て言うと思いますか？そういうこと。あ、なんかまあ短そうな言葉だと思うんですけど、そういうこと、 That's right! みたいな。 That's right! どうですか？いいですね。いい線いってますね。はい、そういうことは英語で That's it! That's it! めっちゃ近いじゃん。めちゃめちゃ惜しかったです。はい、びっくりしました。はい、言いたかったことはまさにそれという意味なんです。こうやればいいの？ Like this? と聞かれたらThat's it と答えればいいんですよ。はい、That's it。はい、なるほどね。あ、いい、使いやすい。はい、簡単ですね。うん、では、たいしくん、カノンさんとやってみましょう。はい。では、たいしくん、私がこうやればいいの？ Like this? と聞くので、That's it って言ってみてください。はい。では、いきますよ。Like this? That's it。いい感じ。Great! とってもいいですね。 That's it は以上です、これで終わりですという意味でも使われます。例えば授業の終わりに先生が That's it for today と言ったら、今日の授業はこれで終わりですという意味になりますね。なるほど。でもどうしてその That's it が終わりっていう意味になるんですか？今日話したかったことはまさにそれ、つまりもう話すことはありません、ここまでという意味になるからなんですよ。へー、それ、そうなんだ、知らなかったな。たいしくん、そういうことは That's it ということだったけど、聞いてみてどうだった？そういうことっていうのが、口癖を英語で言うことができて嬉しかった。あー、よかった、よかった。ぜひ使ってみてくださいね。はい、 OK、 今日はありがとう、たいしくん。これからも基礎英語ゼロ聞いてくださいね。はい、それじゃあバイバイ。バイバイ。バイバイ。池崎さんはよく使う口癖ってありますか？
なるほどねとか言う。あ、うんうん、英語でなるほどは I see, I see。 驚いた時には Oh, I see と Oh が入ることがありますね。 Oh, I see! Oh, I see! はい、そんな感じですね。でも池崎さん、英語で相槌を打つ時の注意点なんですが、はい、例えば日本語だと人の話を聞くときにそうそう、うんうんとよく言いませんか？めちゃくちゃ言ってます。僕も言ってますもん、はいはい、でも英語では日本語ほどたくさん相槌を打たないんです。え、日本語では聞いているよという姿勢を表すために相手が話している最中にたくさん相槌を打ったりしますよね、はい、でも英語では相手が話している最中に口を挟むのはマナー違反。へー、相手が言い終わるまで待ってから相手に伝えたい気持ちに応じて That's it! I see! などの相槌を使い分けてみてくださいね。 I see! Good job! Good job! 伝えてますね。よかった、合ってた。先生、今日はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。カノンのチャンチャンチャンス。池崎さん、小学生の時好きな授業って何でしたか？僕はですね、 PE 体育だった。カノンちゃんは？私はミュージック、音楽ですかね。あー、いいね、楽しいもんね。ではチャンチャンチャンス、今週も元気よくやってみましょう。よいしょ。リズムに合わせて Let's talk。 今月は学校で English。好きな教科を教えて。What subject do you like? I like PE. What subject do you like? I like music. Yay! Okay. じゃあもう一回やりましょう。いくよ。What subject do you like? I like PE. What subject do you like? I like music. Yay!Great! 上手に言えたね。もう一回。 What subject do you like? I like PE. What subject do you like? I like music. Yay! カノンのサウンドクイズ。私がどこにいるか池崎さんと一緒に考えてね。今回は基礎英語ゼロのお仕事が終わって帰る場面からスタートです。 Listen carefully。 ふう、今日も基礎英語ゼロ楽しかったな。うそ、雨？あ、傘忘れちゃった。池崎さんに持ってきてもらおう。電話電話。Hello? Hello, Canon! Hi, 池崎さん。I forgot my umbrella. え？傘忘れたの？持ってこいってこと？え？ Fine! 今どこよ？ Where are you? Okay.Listen carefully. Where am I? なるほど。わかりました。はい。これはわかりましたね、結構。じっくり聞いたら、やっぱあのガタンガタン、ガタンガタンって音が聞こえたから、あそこでしょう。You are!Station! Close! 惜しい。 Your station だと、あなたは駅ですという意味になってしまいます。あなたは駅にいますと言いたければ、 You're at the station と言ってくださいね。いやー、なるほど、惜しかった。 at the をつけないといけないんだ。くそー、悔しい。
You are at the station! You are at the station! OK! じゃあ駅で待ってて!ダッシュで行くよ! Oh! It stopped raining! 雨、やんだみたい! Have a nice evening, 池崎さん! カロちゃん!めちゃくちゃいたずら電波だよ!イエーイ!基礎英語ゼロ!ここからは今日の企画のコーナーです。今日の企画、何ですか?今日は、英語で連想クイズです。よいしょ!このコーナーでは番組ホームページに載ってるお題を池崎さんに当ててもらうクイズをやります。なんと今回は今までで一番多い45件の投稿がありました。いいね、どんどん増えてる。いいよいいよ、頼むよみんな。答えが分かったら I know 何々と言ってくださいね。 OK! はい、では早速やってみましょう。聞いてくれてるみんなも一緒に考えてみてね。では最初のヒントです。 Rock 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 はい Rock はい岩そうです。 Rock 岩、石などという意味ですね。なるほど。はい、岩ね。そうです。岩か、1個目岩か。なんだ。では2つ目のヒントいきますね。はい。ペーパーペーパーペーパー、紙。正解です。ロック、岩に紙。あれ今回むずいね。お、今回難しいよ。ペーパーは紙という意味ですね。はい。それでは3つ目のヒントいきます。はい、これでどうですか。 Hand 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 手、ね、手かハンドね、はい、Hand わかった。やったわかりましたか。これじゃない。あれ俺間違ってるこれ。いやいや、もうわかりましたか。はい、 OK。池崎さん、What is it? I know! じゃんけん! Close! あれ?実はこれ、こんなヒントだったんです。じゃんけんポンって知ってますよね?はい。このじゃんけんポン、英語では Rock, Paper, Scissors って言うんですよ。はあ。つまりヒントの Rock と Paper はScissors に続く大ヒントだったんですよ。つまり正解は Scissors、 ハサミでした。ちょっと待って、シザーズを出すことね。確かにそういうことです。岩、紙、何、手。はい、いやでもじゃんけん、難しいよ。そうですね、めちゃくちゃ意地悪じゃんこの問題は。この Scissors、 ハサミは歯が2本あるので Scissors、 最後に S がつきます。おー、ためになる。はい、今までは池崎さんに優しすぎる問題ばかりだったので今回はちょっと厳しくいきました。悔しい。というわけで、はい、英語で連想クイズでした。次回のお題は基礎英語ゼロのホームページに発表されています。たくさんのヒント待ってるよ。It's time to say goodbye. それでは基礎英語ゼロ投稿募集のお知らせです。まずは池崎の自己紹介英語バージョン大募集。世界進出を目指す俺池崎の自己紹介を英語で考えてくれ。そして英語で連想クイズヒント大募集。番組ホームページに載ってるお題を池崎さんに当てさせるためのヒントを考えてね。英語の疑問やお悩み他も引き続き大募集。詳しくは番組ホームページを見てね。 OK! See you next Monday! お届けしたのはカノンとサンシャイン池崎でした。バイバイ。